今回は鯖江市下町の本と雑貨を取り扱うお店、空中ブックスをご紹介します。お店はオーナーの辰取さんが自分の好きなものだけを集めたお店を作りたいとの思いから16年前にオープン。店内には輸入品やミリタリー雑貨、今流行りのアウトドア用品をはじめ、目を引く表紙やタイトルのユニークな本が並んでいます。珍しい商品ばかりで、見ているだけで楽しくなってきますね。空中ブックスは空のような晴れたり雨が降ったり夕日がきれいに見えたりとか、いろんな変わってく様をお店で表現しようと思って、どんどんいろいろ変わる商品やテーマなどでお店を変えていこうと思って名前を付けました。ここにしかない商品があるので、珍しいものばかりだと言われて喜ばれています。今後は自分も飽きないように、お客様にも飽きないように、楽しくなるようなお店の商品を揃えていきたいと思っています。それではここから辰取さんにおすすめの商品をご紹介いただきましょう。まずは雑貨から。おすすめ商品は、ウォーターボトルです。こちらの商品はすごく軽くなってて、しかも持ち手がついてて、それが蓋になっているので持ち運びもすごく便利です。でそれ以外にも保冷が使えるやつのタンブラーもありますので、こちらもこちらが蓋になってて持ち運びが便利です。こちらは日本で作られている野田ホーローのアムケトルになります。こちらは形がすごく良くて、色もいろんな色があるのですごく人気になっております。であとドイツからなんですけども、こっちのウォーターケトルの方も色も形もあんまりないやつで、汚れとかも取れやすいですし、匂いもつきにくいのですごく人気になっております。こちらは現在ブームのキャンプ用品。外でも家の中でも使える商品が人気になってて、アウトドアでは物を持っていくのに使って板をはめれば付けとしても利用できる。でこちらは家の中でも使えますし、インテリアとしてもすごくかっこいいので両方使えて便利です。で大きさもいろいろあるので用途によって選んでもらえればいいと思います。本当に他の店ではないようないろんな商品を取り扱っていますので、宝探しの気持ちで商品を見ていただければ楽しんでいただけるかと思います。続いてはおすすめの本をご紹介いただきました。頑張らない生き方大全、無理をしない生き方が割とストレス社会では必要とされているかなと思いまして、頑張らない生き方や生物学的にしょうがない、ちょっと諦めてみるっていうのも最近では人気になっていますね。割とサプリみたいに簡単に自分のこの気持ちとかを変えれる本が多いのですごく人気になっていますね。世界のアーティスト250人の部屋を紹介した本です。例えばレオナルド・ダ・ヴィンチ、レオナルド・ダ・ヴィンチの部屋の写真やワーナー・パントンの部屋など、いろんなみんなの個性が表現された部屋で、すごく興味深い本になっています。他にはもしもっていうシリーズが多くて、例えば重力がなくなったらとか、ブラックホールに落ちたらどうなるか、二酸化炭素がなくなったらどうなるかみたいなのを科学的に科学者の方が説明してくれる本とかが人気になっています。他の本屋にはないような、皆さんに興味持ってもらえるような、売れてないかもしれないけど面白い本というのがいっぱいあるんで、そういう本を割と多く紹介しております。空中ブックスの見せどころ。さまざまな商品を取り扱う空中ブックス、こちらは仕掛け絵本シリーズのコーナー。定番の飛び出す絵本をはじめ、ページをめくると絵が動く珍しい仕掛けの絵本もラインナップ。子供だけでなく大人も楽しめる一冊となっています。ぜひ一度手に取ってみてはいかがでしょうか。空中ブックスでは変わった本以外にも、いろんな雑貨、ミリタリー商品やキャンプ用品、他にも、お皿や生活雑貨などいっぱい取り揃えてますので、
よかったら皆さん来てください。